列車はいよいよ大和峡谷と先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。すっげえ。まもなく柳橋です。右手前方に見えてきた円筒形の建物は新柳川原発電所です。宇奈月ダムを建設するときに湖に沈んだ旧柳川原発電所の代わりに平成5年に完成しました。湖上に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう、確かにヨーロッパのお城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。